席みたいな指定席社長あ、こっちも社長あ、こっちも社長が来るあっちが年上ですか商品0円、はい、プロテニスプレーヤー、はい、何も数えでございます、はい、先ほどね、はい、ムームさんの奥様に、はい、プロテニスプレーヤーと言われに野球部だったんですちょっとね、バレてしまいましたけど ね、でも本当なんです、プロテニスプレーヤーね、そうですね、はい、ラケット持っていませんが、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。今日はね、すごいですよね、すごいですよ。ギターにドラム、いろいろいるので順に紹介していきたいと思いますけど、はいはい、まずはじゃあね、はい、ギターでございます。はい、ムームさんでーす。ムームさんでーす。テク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 大変美味しかったんですけど ね、何でも美味しいですね、はい、3月はじゃあカツ丼がいいですね。カツ丼がいいですね、はいはい、よろしくお願いします。はい、こちらのドラムは次の曲の間にご紹介します。はい、はい、よろしくお願いしますさあ1曲目です、はい、さあ1曲目は柳井さんのデビュー曲、はい、演歌で困るんるよ、困るんるよ、はい、なんかいい言葉ですけど、いい言葉ですね。何かいつもね、このワイヤーホールに来るときは JR の駒込駅の北口を降りて本郷通りを渡って、はい、まず最初に駒込神社にね、君さんお参りに行くんですけど、お参りに行くんです。今日はなんかね、はい、いつもと違うことをお参りしたそうですね。はい、一番最初のやつは困るんるよなんですけど、はい、これが流行語大賞になるといいなと思って、流行語大賞取れますようにとお祈りしてきました。じゃあ皆さんぜひねSNS でコマルンルハッシュタグコマルンルこれはなんかどういう意味ですか、コマルンルって。
そうですね、なんか例えば、はい、今日は、はい、あのいっぱいお化粧して綺麗にしてきたのに、はい、彼氏に、うん、なんか今日は変だなとか、まあ、なんかすごくリアルですね。実体験に基づいたような会話。困る、せっかくおしゃれしたのに困るんです。なるほどね、なんかちょっとうまくいかなかったとか、人生のシチュエーションでいっぱいあると思う。困るんだよっていうのがね、ぜひ皆さんも明日ね、職場で学校で何かあって先生にね当てられて、ちょっと答え間違えちゃったら困るんだよ。はい、先生に怒られても何かは責任取りませんが、じゃあ困るんだよ。はい、初心を忘れないようにデビュー曲でございます。聴いてください。お願いします。I'm not afraid to die.
ね、スモークもパッと抜かれまして嬉しい、ね、照明がまたすごいです。お利口さんなんですね。ぐるぐる回ってもなんか目が回らないですね。すごいよくできてますよね。はい、これはなんか手で回してるんですか。あ、そうなんです。違う、手で回してない。くる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 、ね、とってもかっこいいですよ ね、スモークにこう反射してね。はい、コメッキーもかっこいい。はい、さあムームーさんもコメッキーもかっこいい、はい、中尾さんもかっこいい。ありがとうございます。みんな、そういうふうにかっこいい。あのね、ひとみさんは本当軽いんです、言葉もね。よく言われます。ひとみさんのフェイスブック見るとね、みんなね、イケメンの誰々さんとかね、必ず書くんですよね。こんにちはみたいな自己の挨拶ですからね、最近本気にしないんですけど。はい、そんなことね、本当に思ってます。どうもありがとうございます。それではですね、本当の美男子でございます、はい、ドラマーを紹介したいと思います、はい、コメッキー米澤健吾さんです。はい、米澤健吾さんです。あ、いいですね。おー、おー、すごいです。岡山のね、岡山、猪俣武と言われておりましてね、かっこいいですよね。かっこいいですね。岡山というと、ひとみさん、何か思い出すことあります。倉敷ですね。倉敷、倉敷の街並みですね。綺麗なね、はい、あのデニムがね、有名なので、デニムが有名ですね。コメッキーさんはいつもデニム履いてるんです。ちょっと見せていただけますか。はい、かっこいいです。ほら、デニム男子だ。うわー、今日はどこの、これはデニムですか。エドウィンですね。エドウィン、やっぱり違いますね。違います。倉敷ですか、エドウィンの。そうですね、そうです。倉敷のエドウィン、倉敷のエドウィン、はい、そうですね。皆さんね、倉敷行きます。アイビースクエアとかありまして、そこにあのデニムがいろいろね、高級なデニムが1本数万円、結構いいのはありますのでね、はい、ちょっと覗いてみるのもいいかなと思いますけども、次の歌は倉敷にちょっと似てる、似た街並み、どこだと思いますか。どこだと思いますか。倉敷に似てるって言ってね、東京都内って、東京スカイツリーでちゃう。神楽坂。正解でございます。ありがとうございます。その全然ね、苦しかったんですけど無理やり持ってきました。神楽坂を舞台にした曲ですね。はい、はい、曲のタイトルは、はい、人よ人よに人見頃です。うん、なんかね、いいタイトルですね。こう思春期を思い出すような教室でね、答えられなかった思い出とかありますけど、そうですね、ルート2ですね。ルート2です。はい、はい、じゃあ数学のね、はい、授業を思い出しながら皆さん聞いてみてください。はい、人よ人よに人見頃です、はい。